母さんうせん。ちょっと待って。マジですか。すげえ。すごいっすね。今までもかかってるか。これテトラに行く感じですかね。僕がテトラにいたら切れますよこれ。どこまでテトラが入ってるの。俺のイメージは赤塔のもう一つあそこにビルみたいな煙突みたいなやろ、はい、あれからこっちは入ってるんちゃうんかなとは思う。あ、じゃあこの距離だったら大丈夫なんかな。うん、今のとこやったら全然いけると思う。 いける感じ。ほんで竿そっちにやったら全然引っかかれへん。ああ、そうなんですね。なるほど。んっかも。シャクタ外れるで、ずっと同じスピードで、はい、シャクんのもテンション緩まんように上げて下ろしてですよ、この後。結構いいかも。大きいかも。取りたい。取れ取れ。ゆっくりゆっくりゆっくり。はい。ゆっくりゆっくり。もうそこからズボンと上げて。よっしゃ。よかった。ありがとうございます。何時間越しやろう。もうやっぱ慎吾さんと全然しちゃいますよね。僕だいぶこれ重たいと思ったんですけど、ドキドキしてる。ちっちゃいですよね。何グラムぐらいですかこれ。350。そんなもんですか。だいぶ重いと思ったんですけど。おお。テトラの方に行ってる。くっつくなよ。あとゆっくりでよ。同じぐらいちゃう。ほら。な、42度もや。ちょっとだけ俺の足太い。ああ。気持ちいい。でも同じようなもんちゃう。400歩かないかじゃ。たぶん濡れてるんですけどね。
あの投げた時にサーモン飛んでいったんですよ。えさっき僕サーモン飛んでいってやっばーと思ってあれで救ったんですよ。救えたんですけど、よー取れたな。そうなんですよ、もう終わったと思ったんですよ、あの1匹目釣った後滑ってあーそう、あのカーンってなったこと飛んでいっちゃったんですよ。今日一やばかった。俺ウベ、ウベ、あの、シンカは、セウイチで、はい。でさえタコ釣れて、よっしゃー釣れたって、すぐ投げよう思って、ピュッと投げて、取っとったよ。ピター言うたら、で、ヌメヌメで、あずっと飲んで滑って、ヒューッてシュルで行って、ほんで横に、またあ、あ、ね。あ、切れた。なんで、なんで切れんの。切れたか外れたか。いや、切れました。仕掛けがない。根がかりやったことはないな。でもミョンってなったから、いいミラユン、あのなんか木しかなんかかなんと。ああ。僕リーダー繋いでたんですよ。家から切れてるから。そうですね。ようやく潮動き出したから。そうですね。多分ようなってきた。うん。ごめんなさい。よっしゃ。ラスト、ラスト、負ける？負けるんやつ。根がかりかな。根がかりか。根がかりか。一辺糸緩めて。はい。パッて持っとくね、糸を。ほんでグググググなり緩むなりしたらタコや。動いてる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 。引っ張られるんやったらタコ。引っ張られてます。そうやったらタコ。タコや。でかそう。ちょっと緩めたり。ああ引っ張ってる引っ張ってる。やりややらな。それ多分引っ張り合いしたら負ける。どうしたですか。だから緩め、ちょっと緩めて、ほんでちょっと動き出したらいっぺんにこっちまた上げるとか。なるほど。あ、決めた。あのテトラの上のトップ動き出さないです。タコですわ。ちょっと緩めたりしてな。はい。でタコに、タコがへばりだから引っ張られてるからギューンっていってるから、ちょっと緩めたりして、でタコが動き出したらまたいっぺんに使わせる。なるほど。引っ張り合いたら負ける。切れる。ああ、めっちゃ引っ張ってますわ。おお、こんなシチュエーション初めてですわ。ああ、引っ張ってる引っ張ってる。でもずっとこのままですかね。ずっとそうやで。だからある程度動いてるっていうことは地面から動いてる。うん。その時に引っ張り上げるか。だからテンションずっと張っとったら向こうもずっとくっついて力入れていくから。なるほど。負けるで。もう気持ちいい糸をちょっと緩めたりして、もう今テンションあのちょっと吹けてます。舌を立てんとちょっと落として、ほんでそれからいっぺんに行くとか。行きましょうか。何回かこうやり替えてやり持っていくとかしたら、ただ離れてあかんわ。ただ離れてほら、こんなちっちゃな頭でもくっつかれて離れてるやん。へぇ、平成時間やのに。このタイミングで切るやったらどうしましょう。マジですか。上がったら切るあるんじゃわからんけど、これが1800でほんまにへばりつかれてる。行っていいですかね。それはもう次第。あ、切れた。まあまあ大きかったです。逃がした獲物はでかいって言うやん。そうですね。あ、直結でいったん。直結いったんですよ。あ、それは無理やわ。ちょっとでかかったらもうピーって細くて強いねんけど、結目がやっぱり弱いからショックが一番弱いねん。あー、パンっていくときに、これこの時にここの結目にすごい重力かかるから。あ、それですわ。それで結目が切れる。あ、真ん中で切れることまあないねん。まあ、なるべくしてですよね。もうリーダーつけてへんかった時点でしゃあないか。